JR 岐阜駅の、ターミナルの方に来ております。で今ね、まあ、紹介したいのは JR じゃなくて岐阜バスなんですね。ということで、こちらの中央北口2階の方からまず出ていきます。で、岐阜駅はまあ北口の方が正面玄関になっておりますんで、知ってる人には知ってる風景が今から映ります。画面左側、真ん中に持ってきます。金の信長様ですね。夕日に照らされて光ってます。で、あれ、IKO、まあ、日本トムソンですね。で中日新聞、まあ、岐阜県は岐阜新聞、バット見てね、こちら岐阜新聞が当然地場なんですけど、まあね、隣の名古屋の中日新聞もかなり入り込んできております。で、この間岐阜タンメンで紹介したのかな、コメットしか、ね、歯医者さんです。でその下直美皮膚科、まあ、このコメットしかさんと直美皮膚科さんはね、もうしょっちゅうあのいろんなテレビに出まくってますんで、もしかしたら全国的に知られてるのかもしれません。で、こちらの方がね、岐阜の、駅前のツインタワーで、その手前左側16銀行の、ビルということです。で、まあこんな感じでこれからこの岐阜バスを、紹介したいと思いますが、サクッと、まあまずはね、このビル、一番奥、あれ展望レストランになってまして、南の方は、有料 でレストランで食事しながら綺麗な夜景が見れるぞということです。でただ、展望台までは無料で入れます。で東側西側両側どちら側の方でもそちらに関しては、無料で見られますんで、結構穴場というかね、綺麗な夜景が見たい場合、あそこ43階まで行けますんで、展望レストランでねしっかり、食事をするもよし、無料で、夜景だけ観戦するもよし、観戦という言い方おかしいですね、なんだね、見るのもよしということです。で、まあ噴水あるんですけど、これライトアップするんですかね、夜。私もちょっと詳しくはわからないです。で、こういう風にね、撮影スポットがあります。でこれね、でこいつを確かこうやると、立体的に映るぞというね、そういうペイントの仕掛けがしてあります。立体的に見えてますかね。もう一箇所同じような仕掛けがありますけど、まあまずはね、信長さん、ね、なんか看板ありますんで映しておきましょう。興味のある方は画面止めて読んでください。で、ね、ここほんとバスがね、面白ぐらいたくさん来るんですよ、ね、であれこいつが、岐阜バスのノーマルなバスです。まあこれもそうですね、ちょこっと看板、広告入っちゃってますけど、あれもそうですね、
あれを覚えておいてください。あのノーマルなギフバスです。で、やっぱりあの岐阜県南部どこにでもある、これもおそらく一つ葉タコでしょう。ちょっと私目が悪いんでね、遠目に見るとわからないんですけど、一つ葉タコですね、一つ葉タコがわからない方は、他の私の他の動画を見てください、いくつも上げてます。でまあ、自動運転バスがやってるってことで、あっちの多分長良橋の向こうの河原町の方行けば見れるんかなと思うんですが、ね、まあ一度は見てみたいなと思います。ね、結構バス路線結構複雑ですね。でな感じで現在地ここからこっち向かってね、後でたくさんね撮影したいと思います。なんで撮影するかというと、これほらこういうの、あれ信長さんの、まあ、市内ループ線なんかね、こういう風に信長さんのイラストがついてるんですけど、やっぱりね三英傑とか信長さん、それから、斎藤道三とかね、いろいろ、ペイントしたバスが結構多くてね、それ見てるだけで楽しいんですよ。ということで今日はちょっと岐阜バスを紹介します。ただその前に、岐阜駅をねサクッと、岐阜駅の北口イコール、まあ、岐阜バスターミナルになってます。でこういう風にね丸窓電車がねありますね、保存車両、これたまに来るとここに和傘がね、刺してあったりして、ライトアップもしたりして、結構綺麗になってます、ね、しつこいようですがこれが、岐阜バスのノーマルな形の岐阜バスです。形というかペイントですね、白地に赤ラインで、こういう全面広告バス、これなんかもそうですけど、ね、歯科医師病院ということで書いてありますが、こういうのがたくさんあるんで、ね、まあ、紹介したいと思います。でこれもう一丁、ここにある、フォトスポットですね。でこれを引くとここにこういうのがあります。でこいつに乗っかって、しゃがんでですね、これをこう、写すとこうね立体、立体的に見えてますかね、という感じになりますね。じゃああとはね、あのもうバスね、あれなんか確かベンツがやってるバスですね、あの連結バス、岐阜大学の方行くと走ってます。あれもなかなか非常に珍しいですね。じゃあ一回この、切ろうかと思ったんですが、まあいいや、そのまま行っちゃおう、ね、バイバイ。でやっぱり今時間的にね、帰りの、学生さんやらが一番多いですけど、ね、JR 岐阜駅の岐阜バスターミナル、まあ、地場のバスだとあとね、あっちの東の方行くと東鉄バスって言って、昔の東濃鉄道ですかね、東鉄バスってのが走っとるはずです。であとなんだ、長良川観光かな、観光バスなんかもありますけど、やっぱりなんといっても岐阜といえば岐阜バスね。で
なんか、なんかああいうね、案内の人とか、これはあのガードマンですね、いますんで、割と安心して見てられますね。じゃあ今から、あとはね、もうバスだけ撮影します。
前ああやって競輪場の動画撮ったことあるんですけどね、当然ここも走っております、新しいアニメかなんかのねペインティングのバスができたってんで、来ないか待ってるんですけど、なかなかね、レアなのか来ないですね。このハイブリッドバスってのもな、バス好きの間ではなんかレアなバスだと聞いたことはあるんですけどね。今のバスがそうですかね、あの新しいアニメの、バスだと思います、目的のバス撮影できましたんで、これでね岐阜バス、岐阜 JR 岐阜駅のバスターミナル、の方の紹介は終わりたいと思います、ね、こうやって喋ってる間にもガンガン来ますけど、ね、たまにはこういう動画も気持ちいいかと思います。JR 岐阜駅岐阜バスの、バスターミナルでした。